はい、アイクラクラです。今日はね、以前に紹介したポエキロテリアメタリカが、脱皮したので、その動画を上げていきたいと思います。一回りぐらい大きくなったんで、その紹介ですね。今日は短時間動画ということで、まあちらっと見てもらってそれで終わろうと思っております。それではどうぞ。はい、それではね、あの脱皮した、ポエキロテリアメタリカの方を見ていきましょう。ケースはこの前のケースと一緒ですね。こんな感じで、でかくなっております。ちょっと拡大していきますね。このね、青い子ですね。一応アイクラクラ調べではメスでした。まだこの種類については結構メスかオスか判定しにくいらしいんで、ひょっとしたら残念オスやったっていうことになるかもしれないんですけれども、まあメスですね。こんなようにね、青いタランチュラになりますね。足がね、ブルー。ちょっと、動画ではわかりにくいんですけれども、お腹とかもうっすらブルーですね。これで脱皮して3日目ぐらいです。もう、餌食べ始めるとは思うんですけど、なかなかね、見てるときに食べてくれにくい種類なんで、その辺、餌食べてる動画をちょっと皆さんにお見せすることは難しいかもしれないです。こんな感じで、ですね。もう、1、2匹飼いたいんですけど、いかせんその、サイケスに入ってしまってから入手するのは結構難しい種類になってるんで、なかなかね手に入れてないです。こんな感じの子ですね。脱皮したてが一番美しいらしいです。だから今一番美しい時期なんかもしれないですね。あ、出てくる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 感じですね。向こうに寄ってもらいましょうか。寄ってくれるとは思うんで。ね。ね。まあ、幼体の時に比べたらかなり、動きっていうのはゆっくりになってますね。まあ、大きさとしてはね、ちょっと失礼しますね。ちょっと1円玉と対比するとしたら、こんなもんですね。これ1円玉です。ちょっと光の反射で見にくいんですけれども、これくらいの大きさで育っておりますね。だいたい1回脱皮するごとに 1.5 倍ぐらいの大きさで大きくなっていきますね。餌食べる量は、少ないんですけれども、成長は早いです。で、この前、お見せした時は、糸を張りまくってたと思うんですけど、こんなように、脱皮が終われば、糸を張らないですね。基本的には糸が張らなくて、壁に張り付いたりとか、この底にじっとしてたりして過ごすような、タランチュラです。ちなみに、脱皮終わった後に、糸まみれにしてた、部分は、糸まみれになってたんですけど、その糸は全部、僕は取ってしまってるんで。だから、糸が全くない状況になってますね。こんな感じの、すごく綺麗な子です。まあ、形もね、他のタランチュラと
違ってすごいスレンダーな形してはると思います。これはこれでかっこいいかなと思いますね。こんな感じの雲ですね。まだまだちょっと大きくなっていくと思うんで、すごい楽しみにしている種類です。まあメスやったらすごく嬉しいです。いやメスやとは思うんですけどね。まあちょっとね、この種類の判定、脱皮柄判定はちょっと僕不慣れなんで、一応ルーペ使って、確認してますけど、まあまあメスかなってとこです。はい、今回の動画は以上です。